山丸先生です。どうも、トシです。はい、トシ、はいはい、今日はね、うん、前回に引き続きこれを使っていきます、はいはい、もしね、前回の動画見てない人は、うん、記録タイマーの使い方を説明してますので、よかったらそちら見てから来てください、はい、では、はい、今日はこの台車、うん、これをポンと平面で移動させてみて、うん、押した後記録タイマービーってやると、はい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 、どんな、そう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 、どんなグラフになるかな、うんうんうん、3択用意しました。これか、はい、これか、はい、これか、はいはいはい、平面だよ。平面押して動いてからビーッと記録タイマーを押します、うんうんうん、でそれを5打点ごとにパツ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 と切りました、うん、ああそういうことね、うん、切って並べた、はいはいはい、そしたら平面に移動するグラフはこの3つのどれになるでしょう、うん、はい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 、あいつはだから一定なんだね、うんうん、はいはいはい、こいつが、うんうん、直線上にこういうふうに、あーなるほど、ね、いい、直線上に行く感じか、で一番右は、うん、グニューっていうね、ああこういう感じ、あーグワって上がってる感じ、なるほど、あーなんとなく、はいはい、さて、うん、どれでしょう。まあでも平面こうスーンっていってて、うん、まあ、だんだんあっちの方まで行くよね、距離が伸びていくもんね。そうだね、うん、なんか伸びてくっていうニュアンスでいくと確かにこれ怪しそう、怪しそうけど、うん、あでも前回の動画で、うんうんうん、こいつね、なんか速さ測るって言ってて、うんうん、スーンって言った時に速さ変わんないよね。変わんないかもね。変わんないよね。ってことはこいつこれかなっていうとこかな。まあちょっと迷うね、確かに迷うね、うん、ということで今日はこれを実験で確かめていきましょう。はい、はい、ではトシさん課題をお願いします。はい、平面を移動する物体はどのような運動をするだろうか。はい、ではね、はい、私早速実験の方開始していきます、はい、では、うん、これビューっていうふうに平面にずらすから、はい、手が離れたところでこの、はい、記録タイマーのボタンを押してもらっていい、はい、はい、それではいきます、はい、はい、ということで、はいはい、こんな感じの実験結果になりました、うんうん、じゃあまずここからスタートしているので、はい、6打点ごとに切って、はい、そしてこの方眼ノートにこちら側から順にどういう風にグラフになるのかっていうのを貼っていきましょう。はい、はい、まずここね、はい、で間の数を数えると分かりやすい、はい、1、2、3、4、5、6と、はい、で古い方が下になるように並べていきます。はい、はい、見えてきました、結果が。なんとなくこれあれに近いなっていうね、うん、なんかね、あーあれとあれではねえなっていう感じやね。はい、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 それでは実験が終了しました。はい、はい、ちょっと手間かかるねこれね、うん、はい、じゃあ結果見ていきましょう。はい、こんな結果です。はい、はい、トシ、はいはいはい、どれね、うん、どれでもねえよ、どれでもねえよ。びっくりするわ、うん、どんな感じになってるかっていうと、うん、右下がりだよね。そう、綺麗にね、うん、同じぐらいで右下がってるね、うん、まあ、強いて言えば、うん、どれ、まあまあまあ、これに近いの、これに近いね、うん、うん、近い、おそらくこれであろうということがわかります、うん、じゃあなんで右下がっちゃってるのこれ。まあでもやっぱりね、こういうとこでやって、うん、床でやると摩擦とかあるからね。あ、そうそうそう、うん、ちょっとガタガタしちゃってるから、そうそうそう、あと記録テープ自体にも摩擦があるもんね。そっかそっかそっか、だからその辺の摩擦があってこうなってるのかもしれないね、うんうんうん、だけどほぼ一定である。はい、ということで平面を移動する場合はこんな感じのグラフになるということがわかりました。はい、じゃあ次だ。ほう、次はこちらでございます。ほうほうほう、これをなるほどね、下り坂でね、はい、下り坂、うん、斜面を下る運動だと、うん、どうなる。ほうほう、はい、じゃあ確認してみよう。はい、斜面パターンはまあでも明らかにだんだん速くなってくる。そう、確かに下り坂でね、うんうん、おーってなってくるから、まあこいつかな、まあこれっぽいよね、まあ、こいつっぽい、これよりはちょっとこっちになりそうかなってところで実験していきましょう。はい、ではいきます。はい、用意始め、きたね、いいんじゃないですか。はい、はい、それではね処理していきましょう。はい、はい、ということで処理が終わりました。はい、結論はこちらでございます、うん、そうだね、綺麗にこういって、うん、ということは、うん、どれよ、よし、まあこいつかな、これだね、うん、こうなったよね、はい、つまり斜面を下る運動はこれである、はい、いうことがわかるね。はい、じゃあ最後、ほいほいほい、こちらでございます。またすごいの出てきた。はい、うん、これ、うんうん、どうすると思う。
これは、うん、ここにあるから、うん、そう落とすってことだね、はいはい、これを使います、はい、これは、うん、この重りに記録テープをつけて、はい、落とすとパッと落としたら、はいはい、どれになりそう。まあでも3つ目だから こ, いつからこれなんじゃないグインって上がるんだよね。直線じゃなくてグインってことだよね。はい、じゃあ実際にやっていきましょう。はいはい、それでは行っていきましょう、はい、実験です。じゃあ話すので年その時ね。はい、行きましょう。よーい、始め。おいった、いったいったいった。実はこれテイク2。安心、すげえ安心したもん。はい、じゃあ結果がね、はいはいはい、こうなってます。長すぎ、長い、ノート縦に使っても取りきれない。はい、これどうなったんだろうね。そうだよね。ちょっと定規当てて確認してみようか。うんうんうん、まあ分かりにくいけどね。どう、まあでも比例っぽくはなってんのかな。うん、そうなんだよね、うんうん、ギュインっていう感じじゃなくて、うんうん、こっちからこういって、うん、こうなってるということで、はいはい、ということはトシ、はいはいはい、どれなんだろう。これじゃなかったんだ。これじゃないよ。これかね。これ、うん、これだけど角度が、そうだね、僕のインチになってる。そうそうそう、だからまあこれでもない、うん、なんかね、直線のやつなんだよね。なるほど。これよく考えると、はいはいはい、要は斜面ってこうだよね、うん、こうでこっち方面に力が加わり続けるんだけど、うん、だん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 こういくと、はいはい、これ89度、はいはい、だとしよう。あ、そういうこと。違いってないよね。そういうことね。そう、うん、だから傾きがいくとこの傾きも変わるんだけども、うん、落下になって落ちる運動だったとしても別に斜めではあるということなんですね。急になるだけだ。そう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 、そういうことです。はい、それでは、はい、今のことをね、うん、モニターでまとめていきましょう。はい、これ、はい、これこれこれギュインじゃなくて、傾き急の場面、はい、3つやったんですけども、うん、名前を確認していきます。ほうほう、これこのように実際にはちょっと斜めに下がっていったんだけども、うん、ほぼ一定の速さで運動する運動のことを等速直線運動。等速直線運動、漢字長いね。速度が等しい、うん、等しい直線運動。そう、直線で等しく動く運動、等速直線運動。はい、でこれこれがだんだん速くなっていく運動、これを等加速度運動って言います。はい、さらにこっち、はい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 、これもこれと同じ種類だったよね、うん、だからこちらも等加速度運動ではあるんだけども、はい、物が落ちるような運動のことを、はいはいはい、特に自由落下運動って言います。自由落下、そう、自由に落下する運動、はいはい、では、平面を、移動する物体速さは変わるか変わらないか、うん、変わらない、変わらない一定 で、うん、でこれは速さはどうなる、はだんだん速くなる、だんだん速くなる、うん、同じようにこれも、はい、だんだん速くなるということですね、うん。じゃあこの結果で、はい、やっぱりね、計算問題出ちゃうんだね、うんうんうん、なのでよく出る2つっていうのを確認していきましょう。はい、はい、ではまずこちらです。はいはいはい、等速直線運動は、はい、摩擦がなければずっと一定、はい、じゃあその速さ何センチメートル毎秒でしょうか。はい、これは、はい、東日本、東日本は1秒間に何回打点するっけ。東日本は50回、50回だね、はい、だからここが 1,2,3,4,5、 はいはい、1秒間に50回打点する、はい、5打点してるから、はい、ここでかかってる秒数は 0.1 秒。 0.1 秒だよね、うん、前回の動画でも確認しましたね、はい、0.1 秒かかって5センチ、うん、はいはいはい、距離が出てて 0.1 秒という時間が出てる、はい、ということは速さは気端でやるやつね。気端でやるよね、はい、速さ隠すと距離割る時間、距離割る時間だから5センチ割る 0.1 秒、はい、5センチ割る 0.1 秒で、はい、50センチ毎秒、50センチメートル毎秒という風になるということですね、はい、速さ求められますかね、はい、何回か確認してみてね、うん、次ね、これ難しい。お、難しいです。よく出る、よく出る、かつ難しい、うん、なるほど。ここ、ここのところが A 地点だとします。はいはいはい、ここが B 地点です。あ、一つ隣の、そう、終わりってこと。こう来たところの、はいはいはい、ここの区間、はいはい、当然速さは加速してってますね、うん、してるんですね。ここの平均の速さは、うん、ああ、平均で出すんだね。そう、そうか、ここだけだと違うもんね。うん、違う、はい、違う。なるほど。平均の速さはどうなるでしょうか。はい、はいはいはい、じゃあ考えていきましょう。はい、これはまず
この区間で何秒かかったかなって考えることが大事です。はい、ここが何秒、これが5打点だもんね。5打点ってことは 0.1 秒だ。そうだよね、うん、0.1 秒だよね、うん、この区間が 0.1 秒。はい、この区間はこれも広いけど5打点だから 0.1 秒。 0.1 秒、うん、じゃあ A から B までの間で、はいはいはい、何秒かかったの、まあ、合計だから 0.2 秒。 0.2 秒だね、うん、速さを求めるとき平均の速さでも常にその区間で何秒かかったかな、うんうんうん、どんだけ進んだかなってことが分かればいいんだよね。はい、確認で書いとくと木端だ、木端だよね、うん、距離、速さ、時間ってあって、速さを求めたいから距離がある時間、はい、じゃあ距離は、はいはい、書いてあるね、うん、短い方が 2.4 センチ、長い方が 3.6 センチってことは足すと6センチだ、うん、そうだね、はい、6センチ、はい、じゃあこの平均の速さの求め方はどうしどうなる、はい、だから、2.4 足す 3.6 をして、うん、0.2 で割るということだね、はい、ということで 2.4 センチメートル足す 3.6 センチメートル、これを 0.2 秒で割るんだよね、はい、当然距離割る時間だよね、はい、そうするとこれ足すとどうなる、うん、これが、6センチメートル、6センチメートル、うん、割る 0.2 秒だから、はいはい、筆算してみてねぜひ、うん、そうしたらどうなる、年だから6割る 0.2 だから30センチ毎秒かな、はい、30センチメートル毎秒、はいはい、30センチメートルパーセカンドというふうにも言います。うん、30ですね。はい、ということで、はいはい、計算まで出てきてマジ大変だよね、うん、大変だね。そう、ここなんかね、うわ大変だって、こうちょっと理科苦手かもって思っちゃう場面なんだよね。年、どうだった学生時代。いやなんかね、今まで生き物とかさ、植物ばっかりやったけどさ、急になんか数学みたいになるね。そうだけど、3年の1学期めちゃめちゃ大事はい、ここの計算めっちゃ出ますので、はい、よくね、何回か分からんかったら何回か見てみてね、うん、1個前の動画ももし分からなかったらまた見てみてください。はい、はい、じゃあトシお疲れ様でした、はい、またね、みんなも大変だけど勉強頑張っていきましょう。はい、それでは、またね、ま